くそ。いいか。侍は皆同じだ。違いなどない。いつせか。何が言いたい。お前たちも主膳たちも根っこは同じだと言っている。どこがだ。俺たちには桜井家復興という大義が。大義？ただの主導権争いだろ。皆自分の都合で戦っているだけ。巻き込まれている民人はいい迷惑だ。私は主膳を倒すためにお前たちに協力する。大義とやらのためじゃない。みんな思惑があって集っているんだ。おかしな自負は捨てた方がいい。惨めになるだけだからな。違う。俺は主膳によって苦しむ人々だって救いたいんだ。主君に忠義を尽くし民を救う、それが真の侍というものだろ。ユーマ、お前の言うのが本当の侍なら今の私たちは何なのだろうな。そう、侍もどきというところか。侍もどきが三人。ゾッとしないな。帰らせてもらおう。仕分けねえです。なんだよ。ああ。オイラに付き合ってくれるのはあんちゃんくらいだよ。みんなオイラが子供だからって誰も相手にしてくれないんだ。でも今に見てろよ、オイラには立派な刀だって。そうだ、特別にあんちゃんにだけは見せてやるよ、オイラの刀を。どうだい、この桜の家紋、きっと由緒正しいお宝だぜ。これ会見って言うんだ。どうだい、驚いたか。あ、調子に乗っちゃった。やべえ、あんちゃん、これオイラが持ってたのは誰にも内緒だよ。特に姉ちゃんには秘密だぜ。Thank you.
いいか。主膳は私の両親と兄弟たちの仇、ただ畑を耕して暮らしていただけなのに、夫もお母も、やっと5つになった弟も、生まれたばかりの妹も、みんなあいつに。私はただ戦って戦って戦い抜いて、必ず主膳の首を取る、それだけだ。お前にこの話を聞いてもらいたかった。どうしてだろう。多分お前と私は似ているんだ、どこかな。信長軍が、ついに動いたか。は、義州高富、義州大淀ともにわずか3日しか持たなかったそうです。義州三国のうち高富、大淀が信長の手に落ちた今、次は我が天中。どうされます、殿。是非もない。遅かれ早かれ、信長とは真の覇者をかけ争う宿命よ。だがこうなれば、心中の虫をこのまま捨ておくわけにもいくまい。たとえ矮小なものであっても、孝子の憂いを消し去るのだ。